ネグゴリアックはバスク地方で活動していたロックバンド。意味はバスク語で赤い冬または激しい冬。ハードコア、ヒップホップ、スカ、レゲエなど様々なジャンルを組み合わせたロックを特徴とする。バスク地方の分離独立活動についての政治的イデオロギー、政治的アイデンティティを前面に出している。パンプローナでのライブ1939年に スペイン内戦が終結し、フランシスコ・フランコを相当とした独裁政権が開始されると、スペイン・バスクに住むバスク人は自由を剥奪された。フランコ政権は基本的には全てのバスク文化を制限し、直ちにバスク語を根絶するための措置を取ったとされている。1936年に設立されていたバスクの公立大学は機能を停止され、 バスク語で書かれた書籍は消却され、学校、公共の場所、新聞、ラジオでのバスク語の使用は禁じられた。すべての公文書はスペイン語に翻訳する必要があり、バスク地方の市民は出生証明書、死亡証明書、その他の法的書類上でバスク語の名前の使用を許されなかった。1975年にフランコが死去すると、1978年には、 スペイン1978年憲法が施行され、バスク地方は、フランコ体制以前の自由を取り戻した。1980年代のバスク地方では、パンクロックにも似た、バスクラディカルロックムーブメントが起こったが、ネグゴリアックはその末期に登場したバンドである。1990年、フェルミンとイニゴのムグルサ兄弟、元コルタトゥのカキアルカラソによって、ネグゴリアックが結成された。 ネグ・ゴリアックが初のコンサートを行ったのは、シユダレアル県のエレーラ・デラマンチャ刑務所の正面であり、このことが政治問題に発展した。この刑務所は、バスク祖国と自由の政治活動家などが投獄されており、スペインでも最大限の警備体制を誇っていた。1990年末にはミケル・アネステシアが加わり、1991年にはミケル・アップが加わった。 1996年に解散するまで、この5人で活動し続けた。1991年のアルバム、大声で言え、は、マヌチャオをゲストに迎えているが、このアルバムに収録されている、アステルカーという曲には、交換や治安警察が、麻薬取引に関与しているとする歌詞があり、治安警察のエンリケ・ロドリゲス・がリンド長官にも、認知された。スペイン政府は、 バンドの表現方法を非難したが、政府がこのような行為を行ったのは、フランコ政権の終焉後初のことだった。バンドが活動休止してから5年後の2001年、これらの非難は記録から除去された。ネグゴリアックは自身の法的な勝利を記念し、3万人以上の観客の前でコンサートを行った。彼らの曲の歌詞はすべてバスク語で書かれており、 バスク語でのみ歌うことを選択していること、その活動方法や歌に込めたメッセージなどを通して彼らは完全に政治運動に手を染めている。彼らのサウンドはバスクラディカル、ロックとアメリカ合衆国のヒップホップのミックスであると定義することができる。バスクナショナリズム運動は彼らの音楽性やメンバーの言動にも影響を与えた。バスクの人々は ネグノリアックの存在を通じて、事実上完全な政治的、経済的、社会的、言語的な自治を楽しんでいるのである。メンバーのうち二人は、バスク語で意思疎通するために、大人向けのバスク語学校に通った。これは、バスクナショナリズム運動に対する強烈なメッセージであり、アイデンティティに関する言語の重要性の実証である。彼らはまた、取引者など、 伝統的なバスクの楽器を音楽に取り入れている。ネグ・ゴリアックの音楽はアメリカ合衆国のヒップホップやアフリカ系、アメリカ人のコミュニティに強い影響を受けている。アフリカ系アメリカ人に対してメッセージを広めるための好戦的なヒップホップの使用していたことで最も大きな影響を受けたのはパブリックエナミーだとしている。アフリカ系アメリカ人のコミュニティとバスク人は 同様に虐いたげられ、彼らに自身の姿を見たとしており、バンドは彼らの弾圧に反対する活動も行っている。しかし、パブリックエナミーがスペインツアーを行った際、ネグ・ゴリアックはアメリカ合衆国から来たバンドが問題の原因に無知だったことに失望した。この時点で、ネグ・ゴリアックの人気は世界中で高まっていた。 スペイン政府への批判が露骨なネグゴリアックの曲は、警察の残虐行為、教会などのスペインの機関、過去のフランコ政権を非難している。警察の残虐行為に関する、腐敗という曲では、サンセバスティアンの警察本部長を非難した。わずか数週間後、警察本部長は、薬物の服用で、有罪判決を受けた。このように、ネグゴリアックは音楽を、意見や、 自説の表現に用いるだけでなく、バスク州が置かれた状況の現実や、フランコ語のスペイン政府の限定的な警察についての若者への啓発にも使用している。フランコがすでに死去したにもかかわらず、固有の言語や文化を参照して、アイデンティティの感覚を若者に提供する形での誇りの表現を、バスク地方はいまだに必要としている。バンドは、 赤色の背景に交差した2本の斧が描かれたロゴを用いており、斧に1匹の蛇が巻きついている、バスク祖国と自由のシンボルとの関連を見出す人もいる。このような抗戦的なメッセージを持っており、バンドがマルコム X を含む多くの黒人政治運動家に浸水し、人種差別主義者の抑圧やヒップホップのような主流から外れた表現形式とのつながりを作っていることは、 驚きではない。これらの理由から、ネグゴリアックは、若いリスナーに声を届けるためだけでなく、政治的求心性を持った、政治生命を行うためにもヒップホップを使用している。エサンを前期というアルバムの、ナパーシートという曲では、バスク文化やナバーラ地方のバスク人への差別を、南アフリカでの合法化された人種差別システムにかけている。さらにこの曲の歌詞では、白人を、 スペイン国家主義の恐怖や中央集権主義の象徴としている。アパルトヘイト政策とスペインの政治システムを結びつけ、不正義、人種差別、抑圧のテーマとして描いている。その後、この曲は制限的な機関に対する行動を求めている。これがネグゴリアックの音楽の本質であり、問題に対する意識を形成するだけでなく、組織化や行動をも呼びかけている。 このように彼らは商業目的で音楽を作らない。彼ら自身の見解を表現する能力や彼らの言葉の効果が音楽の選択の動機となっている。彼らのファンはその音楽を高く評価するだけでなく、彼らの政治的見解を世界中に広め、バスクナショナリズムから社会的抑圧や文化的解放についての普遍的なメッセージにまで広がった見解を認識している。 フロントマンのフェルミムグルサネグゴリアックの作品が発売された国。ありがとうございます。